デザートを出した来る日にはもうパクられてる、そのこと？そう、さすがシンさん。店長が夏向けにデザートを作っただろ。次の日にはよく真似た商品が奈良津屋の店頭に並んでた。翔吾、お前が見つけたんだぞ。作業したんす。ガッツがあるっす。男らしいっす。徹夜で頑張ってなんとかなるってものじゃないよ。絶対開発期間中から情報を掴んでたんだ。でもどうやって？だな。ある意味やっぱり頑張ってるんだよ。翔吾、お前も頑張れよ。アホに精を出せな。それで俺が次日本に帰ってくる頃には文化勲章か国民栄誉賞あたりを狙えるビッグなアホになっとけよ。ああ、そうだ、お前のマンションペット OK か？じゃあよろしく頼むわ。俺がネパールに行ってる間の俺のお犬様のお世話をお前が仰せつかったんだよ。ネパール？ああ、次のターゲット決まった。いつ行くんすか？まだ金が貯まってねえからちょっと先だけど。うっそー、だってネパールってチョモランマだよね。うん、チョモランマだ。だって早々ですよ。すっげえやばいっす。鳥に疲れて食われて死んじゃうなんて絶対やっす。ち
暴走はチベット。俺に死んだから食われるの。え？にしてもマグロ、お前の頭の中では調装がかなり大変なことになってるな。マジでネパール。その頂にちょいっと登り、ついでにちょいっと旗でも立てて、ぐるりと大世界を眺め見てさ。ああ、なんで俺ってちっこけなんだろう。考えにふけってみたりして。ああ、チョモランマ、チョモランマよ。雄大にそびえ立つ世界の屋根、チョモランマ。世界の屋根ってヒマラヤで、山脈全体を指しているんじゃない。そういうなら最高峰だね。ちなみにチョモランマってのは中国名で、ネパールではサガルマータって名前だけど。船長、おまけいこと気にすんなって。念のために聞いてみちゃうけど、エベレストって何でしょう。え、エベレスト、それは山だ。そう、山だよね。慎重だったさ。叩いて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 叩き壊した石橋を横目に、護衛艦を引き連れたってイージス艦で小川を渡るくらい。けどな、今は違う気分なんだよ。見る前に飛べって言った人がいるけど、墜落したところにいつもいつも拾ってくれる人が現れるわけじゃないよ。店長、だから親父なんだよ。プロアクティブのアクションさ。時代感覚がねえな。時間は流れてんだろ。俺は見る前に飛ぶんじゃなくて、飛びながら見てんだよ。だついされるなよ。さすが新先輩、めちゃくちゃ男らしいっす。俺も一緒に飛ぶっす。あー、やべ、バイトの時間だ。あー、俺もミステリーサークルの作戦会議が。
やられた。そっか、俺も古くなってたのか。やられたな、死んだ。はーい、皆さん。いらっしゃい、かなたさん。あげたんだから教えてくれたっていいんじゃない？あらら、ちょうど君いつからそんな秘密主義になったの？何か？しょうごくん、姉ちゃんに内緒で交換してあげるから。ショーゴ、待って。
ルのトークショーのチケットあげる。ショーゴの誕生日のお手に入れたんだ。頑張っちゃったぞ。はブラックで変わっちゃってて、昔の君でないからタモルにはちっとも興味ない。そういうこと。ほら、君は忘れちゃったかもしれないけど、昔ショーゴに誕生日プレゼントもらって、私の方は何もあげてないでしょ。あれっきりだったからずっと気になってたんだよね。あれのお返し。なんだったら勝負を一番喜ばせるかなっていろいろ悩んだんだけど、タモルだったら絶対イケてると思って。Oh, man.